こんにちは、世界は僕らのとかです。本日はマーケティングオートメーションツールハブスポットの魅力についてクリエイティブホープの鹿島さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この動画を見ることでインバウンドマーケティングとそれを実現するためのツールハブスポットの魅力が分かります。クリエイティブホープグロースハック事業部でデジタルマーケティングコンサルタントをしております鹿島と申します。自己紹介なんですけども、もともと出版社の編集を経てでウェブ業界に入ってます。制作やディレクターをしながら新規サービスの立ち上げを、4年ほど経験して、現在デジタルマーケティング中心の業務とやっておりまして、実行ができるコンサルタントとしていろいろやらせてもらってます。あとはハブスポットのスペシャリストとして活動しておりまして、現在日本で4名しかいないハブスポットコミュニティチャンピオンというものになっております。あと豚とタコのイラストを描いてます。コミュニティチャンピオンですね。日本で4名しかいない。そうですね。ユーザーさんの投稿した質問とつを、任意の方が答える、いわゆるヤフー知恵袋的なコミュニティがあるんですけども、はい、そこでいろんな質問を回答してます。なるほど。ハブスポットのことはもう鹿島さんに聞けっていうことで、ちょっと僕いろいろ今日聞いていければと思うんですけど、ハブスポットを考える上でなんかインバウンドマーケティングっていうのをまず把握しなきゃいけないかなと思うんで、そこからまずご説明していただけますでしょうか。はい、かしこまりました。もともとインバウンド手法というものを、ハブスポットの創設者の2人が定義づけてます。この定義っていうのは消費者と見込み客、顧客との間で有意義で長続きする関係を作り上げて、組織の成長をつなげる手法、顧客の要望とかニーズをつかみ取ん でそれをしっかりまず要望を応えるような支援の情報を提供します。そして、お客様がこの情報いいねっていう形で、まずは会社がいいねではなく彼らが満足するようなコンテンツやコミュニケーションをするっていうところで、まず第1段階目ドラクトを引きつけるっていうところでしっかりキャッチします。でその後にステージを上げるためにそれぞれ信頼関係を築いたりとか満足させるっていうところのサポートをするっていうこと自体をインバウンドマーケティングと呼んで行動しています。なるほど。このアトラクトっていうところが大事ですね。なんか自社が発信したい情報じゃなくて顧客が知りたい情報をまず提供して、あ、この企業は有益な情報を提供してるんだなっていうところをまず知っていただくっていうところが大事ですね。そうですね。例えば製品を売っているのであれば、いきなり製品のコマーシャルをしてもなかなかもう響かない時代になっているので、なぜそのお客様はその商品が必要なのかっていうところをまず情報発信するところから始まってますね。なるほど。でこのインバウンドマーケティングを実現する上で、ハブスポットがとても適任なツールだということだったんですが、他の MA ツールだったりとかマーケティングツールとの違いだったりとかハブスポットの特徴についてご説明いただけますでしょうか。はい、まず価格ですね。価格がすごく明朗会計になってます。公式ページに費用のシミュレーターが用意されているので、そこで予算等を応じて製品を比較することができます。もう一個は管理画面の UI がすごくマーケターに最適化されてます。で、それは私自身が6年ぐらい触ってるんですけども、飽きずに毎日できるなと思っています。なのでいわゆるコードで書いたりとか、そういうコーディングをするっていう行為が基本ないっていうのが結構ハブスポットの大きなポイントになってます。あとは付け加えるとするならば、機能開発自体がすごく活発に行われているので、新機能がどんどん増えていっているっていうような結構嬉しい状況があります。なるほどなるほど。そもそも導入するのがめちゃめちゃ大変だったりとかっていうところで、マーケタープラスエンジニアみたいな感じのセットでこう導入しなきゃいけないみたいな感じすると思うんですけど、そういったところがこう簡単だったりとかするっていうところと、あと比較的に本当にリーズナブルな価格からやりたいことが実現できるっていうような印象だなと。ありがとうございます。はい、では具体的にハブスポットのなんかこう説明をお願いできましょうか。はい、この丸い絵がこのフライホイールと言われているものなんですけども、アトラクト、エンゲージ、ディライトに応じた製品っていうのが用意されています。CRM が中心にあって、マーケティングハブとセールスハブとサービスハブがそれぞれを担っているような状態です。それぞれの状態に応じて製品が用意されているので、企業はそれに沿った製品のみを購入いただくという形になります。ハブスポット自体はマーケティングオートメーションツールではなく、マーケティングプラットフォームと呼ばれています。 MA だけのツールはマーケティングハブって言われるところだけで、他のツールとかはマーケティング加速するためのツールとして作られているっていうのもありますね。ここにはないんですけど、 CMS というツールも用意されておりますので、それ使ってウェブサイトを作るってこともできます。全部 SaaS 型のサービスなので、ウェブサーバー不要になるってところですごく楽に使わせてもらってます。なるほど。どういった順番でこう活
用していくといいんですかね。はい、順番に説明させていただきますね。はい、HubSpot CRM はこれ自体は無料のツールになってます。中心にあるように全ての製品をつなぐ根幹になっているようなツールです。現在顧客管理を Excel 上とかで管理してたりっていう企業さんも多くあると思ってます。顧客1000件までは無料でお使いいただけるので、まあ、ここで情報蓄積していくのがまあいいかなと思ってます。他のツールとの違いとしては顧客の行動を全てトラッキングしているっていうところが大きな違いです。今 GDPR とかの同意とかもしっかり必要なので機能とかもありつつ、商談のお問い合わせフォームとかをこう HubSpot で作成しておくと、この CRM の中にまあ情報がコマンドしたら入ってきて、それまでの行動ですね、ウェブサイトでどれぐらい見たとかっていうのが記録されて、メール送ったらまあメールを開封したかとかクリックしたかとかっていうところも個人の情報として記録されていくっていうのがこの CRM のツールになってます。なるほど。もともとサイトに訪れた時はアンノーンユーザーとして HubSpot に理解されていて、でそこからメールのフォームとか入れていただけるとそこが紐付くんですね。そうですね、はい、どういうことに興味を持ってるかとかどういう課題があるかっていうのを事前に把握できるっていうところがあったりするんですね。そうですね、 CRM でなかなかそこまでできるツールはないので、まあ、結構お得だなと思います、ね。そうですね、これ最初無料でできちゃうんですか。はい、できますすごい、分かりました。はい、次のツールが、マーケティングハブの説明になります。こちらが一番導入されているツールになってます。でいわゆるマーケティングオートメーションするツールになってます。見込み客を発見するための、まあ、コンテンツですね、広告だったりとかランディングページとブログだったりとかっていうところを作成をまずすることができて、それを作成して見込み客を生み出したらマーケターさんが設定したシナリオに沿って、まあ、オートメーションの機能を実装して、まあ、顧客を育てていって最終的には商談になるようなお客様を営業にパスするっていうのがゴールになってます。このシナリオ自体はなかなか作りにくいので、まあ、弊社のようなパートナー会社さんに相談する場合が結構多いと聞いています。確かになんかシナリオって本当にそのシナリオ動くのかなっていうの結構あったりしますよね。そうですね、その技術的にそのうまく動くかなっていうところと、そもそもどうやってシナリオって作ればいいんだっけみたいなところが振り返ってみると分からなかったりする。これまでセミナーをまあ月2で頑張って打っていました。ただそこに対して追いかけとかあまりできていませんか。だってやっぱりそのセミナー自体も開催するのすごくもったいないので、見込みのお客様をしっかり追いかけるようなものをまあ自動でやる、自動で作っていくっていうのが結構結構大切になってくるかなと思います。ああ、なるほど。まずホワイトペーパーみたいな感じで有料な情報を提供してダウンロードしてもらったりとかして、ここからセミナーに引き上げて、ここからなんか無料相談会みたいなのを引き上げてみたいな形で階段設計みたいなのを一緒にしていただけるみたいな感じですかね。そうですね、はい、その通りです。なるほど。セールスハブはもう簡単に言うと SFA のツールになってます。商談ステージをいかに企業さんがクロージングするか、企業さんのための便利なツールですね。プロ版はまあそれらをオートメーション化するっていう機能がありますが、大手さんとかだと基幹システムが出来上がっていてそこと連携しないと難しいよねっていう場合も、 HubSpot は API 準備してあるのでそこで API 連携するとまあ同期させて、まあ売上管理とかの情報をこちらに持ってきたりとか、まあ基幹システムに送ったりみたいなことができるような形になってます。なるほど、はい、セールスが見込み度の高いお客さんとコミュニケーションするためのセールスハブですかね。そうですね、はい。なるほど。サービスハブは、いわゆるカスタマーサクセスのツールになってます。ヘルプデスクとして、まあ、お問い合わせフォームからチケットを発行して、まあ、問題解決を促すツールです。おすすめはプロ版からあるナレッジベースっていうものがあるんですけども、これはウェブサイト上にいわゆるよくある質問のページを作成して表示して、まあ、あとはそれを分析するツールです。カテゴリーがそれぞれあってそこに対してこう記事があって、まあ、お客様が必要な情報を検索してまあたどり着くっていうツールですね。やってること自体は実は競合でいうと全デスクさんとかあまり変わらないものだったりするんですけども、ただ中心軸に CRM があることでこれまでこのお客様が、まあ、どういう状態でサポートにたどり着いたか、どのような、まあ、行動をしていったか、かつサポート、まあ、サービスで受けた状態を次の使うであろう営業さんだったりとか、まあ、マーケターさんにも伝達するってところがすごく簡単なツールになってます。なるほど。 SaaS 系のサービスとかを提供している会社さんとかがサービスハブを導入したときは良かったですか。
そうですね。あとはいわゆる B2B とか製造業のお客様とかでも、まあ、製品に対する FAQ みたいのが結構膨大にあったりするんですけども、それをこうナレッジベースに移動することでどこのページを見てたかみたいなところも分かったりしますし、どのページを見てるっていうところを検知してさっきのマーケティングオートメーションに戻して、まあ、マーケティングするみたいなこともできたりします。なるほど。僕らよくやってるのがセールスの方がお客、製造業とかメーカーさんなんですけど、海外からいろんなお問い合わせをいただいてお問い合わせ対応されていて、各々が独自の説明をしていて、そのナレッジが蓄積されてないみたいなのって結構あったりするんですよね、はい、それってこれウェブサイトにコンテンツ化したらめちゃめちゃ良くないですかみたいな話で、そういうなんかやり取りとかナレッジっていうのを蓄積していけると、で、顧客の方にとってもすごいアトラクトのコンテンツになると思います。めちゃいい、良かったりします。そうですね、やっぱその時にあこれってすごく有益な情報だなみたいなものを、優秀な方だったら自分のローカルに貯めとくみたいなこともあると思うんですけども、それを同じ管理画面上で下書きとしてナレッジベースに記載して、あこれいいねみたいなコミュニケーションができていれば、その時のトレンドの記事も公開することができるし、あのお客様もあこの FAQ って更新されてるんだってのが分かるようになるっていう、ブログコンテンツに近いものをナレッジベースで実現すると、まあ、よりカスタマーサクセスの度合いが高くなってくるっていうのもありますね。なるほど。特にねテレワークになって横の人と話せない機会が多いので、自分がこういう経験したよっていうのをシェアするっていうのはめちゃめちゃ企業にとって資産だったりしますね。そうですね、はい、テレワークっていう考え方でいうとウェブチャットとかボットとかも基本的なサービスの中に含まれているので、ボットとかもやってみたいなっていうところのご相談もあったりします。なるほど、分かりました。多くのこの MA とかマーケティングオートメーションとかって言われているようなユーザーのスコアリングだったりとかホットリストの作成とか、それっていうのはプロフェッショナルからできるって感じですかね。そうですね、はい、いわゆる自動化をしたいのであればプロフェッショナル版から使っていただく必要があります。スターター自体は月6000円とすごく安いんですけども、プロ版は10万からと、まあ、かなり差があります。ただそれでも他の MA2 と比較して結構安価な方だと思ってます。去年ですね、アカウントベーストマーケティングのツールがリリースされて、まあ、これが B2B のマーケティングもしやられている方であればかなり有用なので、まあ、会社の情報と個人の担当者の情報を蓄積するっていうところですごく得なツールとなっております。なるほど。自社 のスタッフが変わってしまったりすると顧客のデータが一気になくなってしまったりとかすることもあると思うので、そのハブスポットに、お客様の担当者の情報を蓄積していくであったりとか、どういった取引があったのかっていうのを、まあ、ファイルも含めて載せておけるとめちゃめちゃ便利だったりしますね。そうですね、はい。なるほど、なるほど。我々だと製造業とかメーカー様が海外進出してたりとか、これから海外進出するにあたって営業担当の方ってやっぱりそのエリアに対して人が限られたりするので、どのお問い合わせに対して時間を割くべきかっていうと見込み度を見極める必要があったりするんですね、はい、でその中でユーザーの見込み度をスコアリングするために学評だったりとか他社との違いだったりとか会社概要で、規模感だったりとか施設の拠点が分かるこのページを作ったりとか製品詳細ページを作ったりとかってことで、このページ見てる人たちってちょっと見込み度高いんじゃないですかみたいなとか、うん、このホワイトペーパーダウンロードしてるユーザーさんって見込み度高いんじゃないですかみたいなところをお伝えするようにしてるんですけど、シナリオを組むっていう話とメールマガをステージに応じて自動配信するっていうところと、閲覧したコンテンツのベースにホットリストを作るみたいな、こういうシチュエーションの時ですね、今回教えていただいたどのツールをどのステップで導入したらいいんでしょうね。そうしましたらまずはマーケティングハブのプロフェッショナル版を導入してください。年間120万ぐらいですね、コンタクトの数によってはもちろん流量課金されるんですけども、それぐらいでシナリオを組んで自動化することで、まあ、運用オペレーターの採用をしなくてもよく、かつ自社の見込み客が可視化されるので、まあ、その後のケース役立つかなと思ってます。まあ今おっしゃっていただいたメルマガを自動配信するっていうところだけだと、まあ、ただの高性能の自動メルマガ配信ツールになってしまうので、それはもったいないと思ってます。で、まあそこをまあもっとそれ以外のものでもお客にホットリストになってもらうような仕掛けっていうのを、まあ、同じ段階でマーケティングハブをプロフェッショナル使ってコンテンツ作っていくってところをお勧めします。なるほど。マーケティングハブのプロフェッショナルが、まあ、MA みたいな動きをさせるのには必要だ。そうですね。で、お客様のご要望とかお聞きしていて、でその後の、まあ、クロージングも大切だったりするっていうところも当然あると思うので、そうしたら加えてセールスハブの導入も、まあ、同時にお勧めするってこともあると思いますし、まあ、どちらかというとそのサポートのところが人数少ないのでもっと強化したいってことであれば、サービスハブもセットで導入をお勧めするっていうようなケースが多いです。なるほど。どのツールを使ったらいいかわからないです。
どのように使ったらいいかわからないって方多いと思うので、伴走していろいろとこれこういうふうに使えますよみたいなふうに教えていただけるとありがたいです。そうですね、あの私たちも人間ではないので、大切なのはお客様の会社さんの成長を助けるところ、コンサルタントとしてちゃんと売り上げに貢献するっていうところで、ハブスポットを使うとスピードも速いしっていうところで私は採用させていただいてるってことになってますね。なるほど、ハブスポットあくまでツールでお客様の課題解決するかっていうところに、取り組んでくださるんですね。はい、はい、あともう一つですね、あの僕がお伝えしたその他社との違いと価格表以外で、こういうコンテンツとかこういうシグナルっていうのが大事だよみたいになったりしますか？あ、はい、すぐお答えできることとしては、広告自体もあのトラッキングできるような仕掛けがあるので、広告流転とかも重要なスコアリングになるかなと思ってます。ただオンラインの行動自体が全て顧客の行動とはもちろん限らないです。なのでオンラインにまず限定しなくて良いと思ってます。オフラインの接点である展示会とかショールームとか、まあ、あとチラシとかもいいと思うんですよね。そういう行動をしっかり取り入れてくれるような、まあ、仕掛けを作ることで情報もだんだん溜まっていくっていうような仕掛けになります。2020年ぐらいからやっぱウェビナーがすごく盛り上がってきてると思うんですけども、 Zoom さんとかの連携がすぐできるようにもなっているので、ウェビナー開催して、で参加の方だけを自動的にリスト化して追いかけのメールを送るとかっていうこともできたりします。最近だと、弊社の方で取り組んでいる事例としては、IoT の機器とかを連携して、で、まあ、トラッキングして、まあ、ユーザー検知して、情報を、まあ、ハブスポットに送るみたいなこともやったりしています。あと、オンラインだけじゃなくて、オンラインでの接点っていうのも大事だよねって話と、あとウェビナーとか参加してくださった方っていうのも、一つ、コアリングとしてはありがたいですね。はい。特にウェビナーに参加していただける人って、その企業とかサービスに関心を持ってる方なので、うん、まあ、しっかりそういうところも情報を残しておくっていうところが必要かなと思ってます。確かに結局なんかメイツール導入したけど、なんか使い切れないとかコンテンツが作れないって人って本当に多いかなと思うんですけど、僕らも海外向けにサイトだったりコンテンツ作って、そもそも MA をする前に、まあ、ユーザーの知りたい情報の受け皿を作っていきましょうみたいなことを始めたりするんですけど、橋本さんの場合ってそういうことをどういうふうにその課題を知りたいのかだったりとかっていうのをもうサポートしてくれるんです。はい、そうですね。私たちの会社自体がコンサルティングとテクノロジーを使って物事を解決していく会社なので、まあ、戦略が立てられないという方だったりとか、戦略を作ったけどそれを実現するシナリオが作れないっていう担当者だったりとか、一方でリソースがいっぱいでコンテンツ自体を作れることができないとか、優秀なマーケター人材がいないよっていうところに対して、私たちの方で全面的にご支援させていただくっていうようなメニューがございます。うん、なるほど。実際にこう戦略だけするっていう会社はいっぱいいらっしゃるんですけど、戦略を組んで実行支援してちゃんと効果測定までできるっていうところを、やっぱり一つの会社とか一つの担当者でちゃんと責任を負うことで相乗効果で数値を上げていくっていうところに、私たちはご支援させていただいている特徴があるかなと思ってます。確かに私自身がもともとコンテンツを作る立場の人間で、コンテンツ作るのであれば戦略もちゃんと作れないといけないよねっていう形でキャリアを積んできているので、戦略できない会社さんもコンテンツ作らない会社さんも、まあ、どちらの側面からも悩みの気持ちっていうのは分かっているつもりです。なるほど。海外向けのコンテンツマーケティングとかサイト改善とか MA とかも含めてなんかコラボできたらいいなと思いました。はい、まずは世界へ母艦株式会社さんの顧客を育てるところもご支援させていただきたいと思ってます。わ、はいはい、かりました。はい、本日は貴重なお話いただきありがとうございました。ありがとうございました。